浩二が名古屋の自宅にいるの厳しいって。厳しいって。危機感持った方がいいよ。いやマジお前ら全員危機感持てよ。やることやれって。浩二が家にいるの厳しいって。厳しすぎる。テストステロン高すぎるって。テストステロンだぜ。ハイティハイティ。ジョージが何してんの？何してんの？何勝手にコラボしてんの？いや調子乗んなって。いや生きんなって。いや省くなって。いやマジ面白いんだけど。誰にでも怒りにしろ。何やってんの？何俺省いてんの？いや厳しいって。いやひどいって。いやひどいって。何やってんのこいつはマジ。いやいじめんなって。いや寂しいって。いや悲しいって。ちょっともう一回見せて、もう一回見ていい？腹立つんだけどこいつら。何こいつら。何なんマジ。名古屋の自宅にいるの厳しいって。厳しいって。お前らが厳しいよ。危機感持った方がいいよ。いやマジお前ら全員危機感持てよ。お前らが持てやることやれって。お前らがやれ。ジョージが家にいるの厳しいって。厳しすぎる。テストステロン高すぎる。厳しすぎるってなんだよ。テストステロンだぜ。ハイティハイティ。何がハイティだよ。ジョージが名古屋の名古屋つらマジ。ほら油ギットギトのさ、この テストステロンだかなんだか知らねえけどさ、ね、あの男臭さ前回のこのキットギトのこの絵面恥ずかしくないの？マジこいつら自宅に。なんだこいつら。絶対これもうあの男女の関係超えただろ。これ絶対もうあのね事故だろ。正直にやこのね分かんだよこのテカリ具合でよマジで。おやったんね、下がったんだろおい。鼻の穴広げてんじゃねえよ。お前もにやけてんじゃねえよ。メスの顔になってんじゃねえか完全に。なんだこいつらマジ。あのさね、捨てハゲ海賊団のね一番隊隊長とね三番隊隊長ね、一番隊隊長不死鳥ミキアですよね、繊維ね、一応あのね曲がりなりでもね腐っても医者だから医師免許持ってから、フシュチョミキアとね3番隊のダイヤモンドジョージがさ、なんでこのね親父ね船長ね世界最強の海賊エドワード・ステゲートをさね差し置いて勝手になり合ってるの？いや、なめんなって。いや、調子乗んなって。いや、誘えって。呼べって。なんなんこいつは、マジで。まあ、ほんとさ、あの、この右のね、あの、いい年越えたね、陰キャもさ、でもほんと、男しかコラボしないな、お前、おい、おい。まあ、男としかコラボしないな、おい。ね、男しか家呼ばねえじゃん。ほんとこいつね男好きでね、もうあの、うん、白状しろよ。
いや正直に言えって、でカミングアウトしろって、いや分かってるって、お前あれなんだろ、そっち系なんだろ、いやもういいって、分かったって、いや厳しいって、ね、でこの左のさ、あの、ね、ジョージメンズコーチだからなんか知らねえけどさ、こいつもね、あの結局ね、なんかあの強い男を取り戻すだろうね、なんかメンズコーチとかでね、なんかあの大層な名前ね引っさげてさ、なんか最近ちょっとバズってるか知らねえけどさ、ね、結局ね、大層なこと言っといてやることはコラボですよ、ね、本当にね、本当にね強い男なんだったらね、誰かに頼るんじゃなくてコラボすんじゃなくて一人でやってみろって、いや慣れ合うなって、こびんなって、厳しいって、弱いって、で本当ね、このジョージ君ね、最近何竹明翔っていう、いいんじゃん YouTuber、 あの捨て上げ信者なんだけど、あの過去の動画見てください、捨て上げ竹明翔でね検索したら出てくるんで、とかね、なんかいろんな YouTuber に媚び言ってね、ね、また開いてね、ケツ差し出してね、最近ね、ほんと、慣れ合いまくってんのよ、媚び売りまくってんのよ。はぁ、あ、いいそこだったね、いいそこだった。ていうかさ、ほんとさ、お前らさ、ね、勝手に裏でさ、こそこそなんか、勝手に遊ぶのやめてくんない？マジ。こっちの身にもなってくんねえかな、マジで。俺らさ、ね、俺とミキアとな、ジョージでさ、3人でさ、テストステロン3兄弟だったじゃん。なのにさ、なんか勝手に2人だけでさ、なんか俺のこと省いてさ、ね、なんかね、やんのやめてくんない？マジ。俺今までさ、ね、YouTuber でさ、コラボしたことあんのさ、1人しかいねえんだよ、マジで。で、スーツっていうさ、陰キャがいんのよ。スーツコーツっていうね、本名藤田ひろとっていう、陰キャラがいんの、お広がりのテストステロンゼロのもうね、で、もう嫌なのよ、もう本当ね、陰キャばっか押し付けてくんのやめてくんね、マジ。俺もさ、お前ら側なんだよ。俺も陽キャのさ、テストステロン族だからさ、ね、俺にさ、藤田君係に押し付けてさ、ね、2人だけでさ、遊ぶのやめてくんね、マジ。まあ、厳しいって、いや藤田厳しいって、マジで。マジでね、やっぱ毛色違うじゃん、テストステロンっていうか、ホルモン違うじゃん、やっぱ。いや厳しいって、マジで。いい加減、藤田君係やめたいって。だから、マジでさ、俺呼ばないんだったらさ、ね、コラボしないでくんね、マジ。まあ、腹立つって。いやイラつくって、マジで。慣れ合うなよ。捨て上げ海賊団の掟は、ね、慣れ合わない。ね、出会わない。ね。いや、厳しいって。いや、マジで。腹立つって。ね、やめて、本当に。こういうことされるとさ、本当、ね。いや、厳しいって、本当。